いつもご視聴ありがとうございます。au 株コム証券、投資情報室の笹原でございます。2月の15日木曜日、日本時間の22時30分、米国1月の小売売上高が発表されます。この指標は、米国の消費者が商品の購入や外食などのサービスにどれだけお金を使ったかといったものを示す指標になりまして、米国の GDP の約7割を占めると言われる個人消費の動向を見る上で、注目度の高い指標となっています。 では早速内容の方に移っていきます。まずは前回12月の結果の確認です。左側の表、棒グラフはアメリカの小売売上高の項目別、前月比の変化率を示しています。赤が12月、そして緑がその前月11月を示しています。こちらの方を見ていただきますと、まず前回12月の小売売上高のトータル、表記は小売飲食サービス売上高と示しているものになりますけれども、 こちらが前月比でプラスの0.6%ということで、こちら前月のプラス0.3%から伸びが加速、また市場予想も上回りました。そうして12月の交流売上全体としては、年末商戦の好調背景に強い結果が示されました。特に年末商戦後半の時期になりますので、店舗小売つまりインターネットの販売ですとか、 あとは、医療品の販売が好調で全体を牽引しました。アメリカは物価高が続いていますので、消費者の節約志向というのが続いている中、価格の安い通販の急速な普及ですとか、あとは後払い決済サービス、こういったものを利用できるといった点もネット販売の伸びに寄与しているものと考えられます。また、デパートを含む総合小売という項目も、 12月は1.3%プラスということで、前月から伸びていまして、年末商戦の後半は実店舗にもですね、客足がある程度戻ったということが見られます。一方で、販売が低調だったのはヘルスケアですとか、あとはガソリンスタンド。ガソリンスタンドはガソリン価格の低下が販売額の押し下げ要因となっています。はい、では今回発表される1月の市場予想になりますけれども、こちら右側の表をご覧いただければと思います。 1>, 1月の使用予想ですね、小売売上高のトータル、小売飲食サービス売上高の項目は、前月比でマイナス0.2%と、こちら前回12月のプラス0.6からですね、マイナスに転じる見込みとなっています。年末商戦、まあ、好調だっただけにですね、年末商戦終了後の1月は、やや伸びが一服するといった格好かと思われます。また自動車と給油、まあ、つまりガソリンを除いたベース、 もうそれぞれプラスではありますけれども、プラス幅は前回12月から鈍化する見込みです。では次にドレンチャートを確認していきます。えー、ドレンにつきましては、足元150円台半ばに差し掛かっていまして、目先ですね、昨年11月の151円90銭前後、まあ、このあたりのところが意識される展開かと思われます。 日米中央銀行の政策転換が、まそれぞれ後ずれするとの見方が強まっていまして、日米金利差ですね、再び拡大をしていると。今朝の日本当局の財務官、また財務大臣のですね、円安、県政発言も、まインパクトに乏しく、ま大きな効果が見られない状況です。足元米国では雇用統計、そして CPI と使用予想が上振れていることに加えて、ま日本では新 NISA によるですね、外国資産の買い、 資金の流れが、結果的にドル買い需要の発生につながり、円安、ドル高をですね、まあ、誘発しているということも考えられますので、まあこういった状況を考えますと、足元の円安がなかなか投機的とも言い切れない状況です。まあその点、日銀の介入警戒ラインというのが、これまでよりも一段後退するですね、まあ可能性も考えられますので、まあ今回の小売売上高が仮に上振れた場合には、 え、やはりこの151円台後半、この辺りの突破するリスクというのも考えておく必要があるかもしれません。はい。では、ドル円のお見通しを確認しておきます。え、今回年末商戦明けの4月の小売売上高は、 ま、個人消費一服飲み込みと思われますので、前回12月からの鈍化を受けてですね、ドル円はドリアスで反応するものと想定しています。えー、ただし、今回の結果だけでは、足元の複数の経済指標の上振れというですね、トレンドを大きく覆すには至らず、結果として足元のドル高基調のですね、動きにもそこまで大きくは影響し得ないものと思われます。 その点、結果発表後短期的にドリアスに反応するもののですね、再び151円をめぐる攻防にですね、動きが戻る可能性は十分に考えられると思われます。ただし、中期的にはですね、アメリカの利下げが年後半になるのか、また日本の日銀の利上げマイナス金利の解除、 まあこちらのタイミングがいつになるのかという、まあ、時期の問題ではありますが、いずれにしても今年年内に転換に動くという可能性は引き続き高いものと考えられますので、まあ、その点、年をにかけての緩やかなドレアストレンドに転じるというシナリオについては、まだ維持したいものと考えています。 最後になりますが、今後の経済指標の発表予定を表記していますので、ご参考までにご覧いただければと思います。えー、動画の方を気に入っていただけましたら、高評価のいいねとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。